ますけれども、森谷さんとの交流してからいろんなことを悩みました。考えました。プロレスに、頑張っていきたいと思います。今日はいつにこれにするか。どうもこんにちは。こんにちは。今日はちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、アジアさんツイッターとかやられてますか？ツイッターはやってないですね。あ、やってないですか？はい。あ、今もう皆さんツイッターで情報発信されてるようなんですけど、なんかこうやってないことに対してこう気遅れ感みたいなのはありますか？いや別にツイッターをやらないからどうだっていうのは。そうですか。うん。あ。ちなみにゲーム関係についてちょっと聞きたいんですけれども、はあ、任天堂 3DS とか、はい、ご予約されました？いや、してないですよ。あ、うん、欲しいとか、そうそうの、やってみたい。別にあればあったでいいですけど、別になきゃないでいいかなって。そんなにね、ゲームも別に今は、昔はよくやってましたけど、今する方でもないです。昔は、うん、そんなに、まあ、ゲームしてるほどそればっかりしてる暇もないし。あ、なるほど。最後に、はい、今ちょっとお正月話題になりましたけども、うん、おせち事件、グルーポン、うん、アジアさんグルーポンでなんか、お食事行ったり 97% ない、ないですか？ない、うん、一回利用してみたいとかない、別に。ていうかさ、はい、一個いい、こっちから質問して。はい。何の意味があんのこれ？プロレスに関するあれじゃないのこれ？今日さ、プロレスのピアノのあれで来てんだよね。すいません、全く意味ないよね。どうでもよくね、そんなツイッターであろうがさ、はい、3DS とかさ、グルーポンとかさ。でもこれからもしかしたら必要になるかもしれない。全然いらないよね。意味わからない。すいません、すいません、なんだよ。すいません、すいません、もう戻りましょう。すいません、ごめんなさい。帰る。はい、ありがとう。帰る。